何やってんだ。やばい、なんか漏れてる。あんた大丈夫か。マスクが。ダメだ、逃がせ。そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、めっちゃしやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でも、なんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。なら、あんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなこと。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは
俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ。あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。カンなんてよ、シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、キリュウさんは誰も止められねえ。え、キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、リチ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ、だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ、速攻で仕事片付けて一秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ、死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でもキリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る。いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです、もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。しゃあねえな。な。まあな。でも、
喜んで。じゃあ改めて行きましょうか。そうだな、約束の時間までまだある。何が待ってるかわからない。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。おい、おう、そうか。ありがとうよ。うん。波乗れオカサーファー、乗ってみませんか？会員登録も今なら無料ですよ。あのオカサーファー登録無料お試し乗車キャンペーン中です。いかがでしょう？オカサーファー、あんな欠陥品乗るわけねえだろ。もう欠陥品じゃないんです、お願いします。はあ、誰も乗ってくれない私のオカサーファー。オカサーファー。お、お兄さん、オカサーファー試してみませんか？今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録も無料、お得ですよ。どうです、どうです？まず聞いていいか？そのオカサーファーとかいうのは一体何なんだ？え？オカサーファーを知らないんですか？ということは炎上事件のことも知らない？炎上事件？ああ、いいんです、知らないならそれで。私、オカサーファーの開発者のオカと申します。ああ、俺はカスが一番だ。春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。では
こちら私岡が20年の月日をかけて開発した電動移動マシーン、オカサーファーです。ほう、乗り物なのか。不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだ。実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗？さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上？俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとかそういうやつか。ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いやはやお恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数なんと5億回です。うまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり今のオカサーファーは不具合ゼロ、安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今のオカサーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さがわかると思うんですが。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見ればあんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それでもしお時間があれば試乗してみません？ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うので。ね、本当にもう爆発しねえんだよな。はい、この傷に誓って。わかったよ、物は試しだ、乗ってみよう。やった、ありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドオン。へえ、歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ひゅー、いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、オカサーファー。正直思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし速いし便利だな。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおい、こいつらオカサーファーになんか乗ってるぜ。だせえな、流行らねえんだよそんな欠陥品。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサーファーは違うんです。そんなの信じられるかよ。
こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。あ、なんだてめえ。丘サーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってたな。会員登録してもいいかなと思ってんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。丘サーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。調子に乗る。さっさと始めようぜ。ガンガン行けて。相手してやる。見てんのか。痛めつけてやるよ。来やがれ。やるのか。腰抜き野郎が。調子出てきたぞ。手数がいるな。ビビってんのか。手加減はなしだ。しゃあ、うわっ、ねえか。ぶちかま、俺の番だな。よっしゃ、強すぎだろ。春日さん、お怪我はありませんか。丘サーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それより丘サーファーは大丈夫か。何度か蹴られちゃいましたが、多分大丈夫だとは思います。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてまた炎上でもしたら今度こそおしまいですからね。そうだな。それで、さっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど、あれは本当でしょうか。ああ、気に入ったし、今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。ああ、ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか。はい、丘サーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただ丘サーファーは電気で動くので、ある程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電はハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるのでご活用ください。了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。使わせてもらうよ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるようにどんどんサービスを拡張していこうと思います。それでは失礼しますね。なあ、気をつけてな。はい、春日さんもお元気で。
距離を超えると爆発すると直しておきますので安心してお乗りくださいね。のタクシーはそんなに多くないのかね。まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。仲良し。一番大きいサイズのかき氷をください。はい、かしこまりました。お味はどうされますか。味などいらん、砕いた氷だけくれ。承知しました。少々お待ちください。それではこちら大盛りかき氷の氷のみとなります。ありがとう。じいさん、いきなりかき氷を頭からかぶって大丈夫なのか。おいおい、じいさん、いきなり頭からかき氷なんてかぶって何やってんだよ。そのまんまじゃ風邪ひくぞ。なんだあんた、わしは雪を降らせるために忙しいんだ。ほっといてくれ。雪？くそ、こんなところで道草食ってられ。もっとふわふわなかき氷なら雪になるやもしれん。それじゃあな。雪を降らせる？乗るか。
なあ、おい、ん？そうだな。わかった。ん？任せとけ。ありがとう。安全運転。Don't think you can get away from me. かかってきやれ。俺の番だな。Your legs are shaking. やんのかい。さっさと来い。行くぜ。手数がいるな。ガンガン行くぜ。
ビってんのか。おら、スイッ、ここまで引き出してやる。だな、よそ見すんなよ。さっさと始めようぜ。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。ビビってんのか。寝てるわ。ああ、マリア、うん、ぶちかまっ。ああ、よし、相手してやる。もらった。放電準備。調子出てきたぞ。やんのかい。カバー。腰抜き野郎が。いつでもいいぜ。終わらせる。勘弁して。乗るか。マスターが言ってたガレージってここか？何か用？え？どこから？ここだよ。あ？どう？お客さん？車の整備ですか？あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日、春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません、できそうかな？いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。ご要望は？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと。
これで仕上げ。よし。すげえ。同じパッドじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は。最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は。先客だよ、車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだが。状況わかってるのか。分かったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか。おう、ぶっ殺してやる。相手を考えろ。やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。俺の番だな。やんのかい。もらった。放電準備。手加減はなしだ。ほら来いよ。状況だけは確定。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな。二度としません。すみませんでした。大丈夫か？ああ、私は平気。たまに来るんだよ、どっかから噂聞きつけてきたああいうやつが。まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ。マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか？ああ、今日は助けてもらったしサービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。
了解。ありがとうよ。これからもよろしくな、ジュリちゃん。ジュリちゃん？なんだ？おかしいか？いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか？すまん、嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな。テンション狂うよ。いらっしゃい。いらっしゃい。ご要望は？始めるよ。ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、いい感じにしといたから。また来てよ。It's not a joke, shithead. No.
よそ見するなよ。What are you looking at? Yes, sir. Things up here. You know I've got this. I'll put you in your place. 後悔するなよ。ぶちかます。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。よし。You wanna dance? I don't care. 行くぜ。ついてこれるか。俺の番だな。これが俺の真骨頂よ。マジか。今助けるからな。待ってろ。これ。もう少しだ。やっぱり。
もう少しだ。頑張れ。ほら。春日さんやんけ、奇遇やな。助かったで。ああ、え、あんたまさか。わしはゴンダーラ進むっちゅうもんや。ミルクの件じゃうちの若いのがすまんかったな。おい、哺乳瓶もう2本追加や。人肌でな。確か2年前に偉人町のイメクラで組総出で赤ん坊になりきって楽しんでいたヤクザの組長だったな。ゴンダワラ組長だったっけ。組長、あんたなんでこんなところに。実はゴンダワラ組の旅行でハワイに来てたとこなんや。福利厚生の一環やな。それでせっかくやからハワイで赤子になれる店を探してな。やっと見つけたベビーシッターコースでアクティビティを満喫しとったっちゅうわけや。勝手にベビーカーが済んだ時はどうなるかと思ったが、重心移動でブレーキ以外のコントロールができることが分かってな。年がいもなくはしゃいでもうたわ。そうか、邪魔して悪かったな。じゃあごゆっくり。ちょっと待てって。せやからこれ一人じゃブレーキ効かんのや。すまんが、ママのリリアンちゃんのとこまで連れてってくれんか。はあ、おらこんなことしにハワイに来たんじゃねえってのに。おやじ！てめえか！おやじを誘拐してやろうわ！え、いや、違う！俺はむしろ助けた側だ！な！はい。まあまあ、このタイミングで寝るな。何律儀に赤ちゃんのルーティン守ってんだ。親父をさらおうとした落とし前つけさせてもらうで。くそ、なんでこんな目に。死ぬ気らしい。かかってきやがれ。さあ、どうは。ビビってやるか。俺の番だな。こういうのか。ぶちかます。腰抜き野郎が。手加減はな。叩き潰す。かかってこいよ。来いよ。よし。やんのかい。やんのか。もらった。放電準備。やめてくれ。調子出てきたぞ。手加減はなしだ。ついてこれるぞ。くそ。打ちのめしてやるよ。かかってきやがれ。
調子出てきたぜ。手数がいるな。俺の番だな。もらった。ぶちかます。相手してやる。受けてみな。失望したよ。寄るんじゃねえ。手加減はなしだ。やんのかい。ビビってんの。終わらせる。勘弁してくれよ。ガンガン行くぜ。それで全力かよ。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。まだくたばれねえ。いつでもいいから使っとくか。ほら完全。よし、ほらよ。ありがとよ。ぶちかます。やる気ねえのか。受けてみな。調子出てきたぞ。回復だ。俺の番だな。それで限界だよ。来ねえのか。行くぜ。放電準備。ガンガン行くぜ。さっさと来い。腰見てやろうが。相手してやる。手加減はなしだ。
はい。すまねえ。そうか。いえ。ありがとう。Aloha!
いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you. Aloha. Thank you. Hey, quit scaring. Just keep dancing. かかってきやがる。Together now. どうした?やるのか。もらった。あ、やめ。完全に行けて。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。寝てるわ。さっさと来い。参ったな。回復しとくか。ぶちかます。相手してやる。回復だ。調子出てきたぞ。ほら来いよ。使え。ありがとうよ。Give it your best shot. Come on, shall we? Quit playing. Take it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 .こいつで血を止めねえと、まだくたばれねえ。使っとくか。Aloha! いただきます。ごちそうさま。Thank you!乗る
向かう。ほう。おいおい、大丈夫かよ。支えてやっから、一回これ下ろしな。え？ああ、すみません。よっと。すみません。ありがとうございます。思ったよりも、これ重くて。いや、気にすんな。あんた、人気の歌手なんだろ？スタッフだっているんだし、そんなに体張らなくても任せちゃっていいんじゃねえのか。怪我してウクレレ弾けなくなったら元も子もねえだろ。まあそうなんですけどね。今日のイベントは急遽開いてもらったもので、スタッフさんも多くないからあんまり負担をかけたくないなと思ってたんですが、確かに僕が怪我をしたら意味ないですよね。いいやつなんだな、あんた。人気が出ても天狗にならないで周りのスタッフたちを気遣えるってのは立派なもんだ。別にそんなことないですよ。いやいや、そんなことありますよ。え？マッシュさんはいつも手伝ってくれるじゃないですか。でもステージで十分頑張ってくれたんですから、これからは僕らスタッフが頑張る番ですよ。今はゆっくり休んでいてください。いや、
なんか落ち着かなくて。でもすみません。それじゃあ今日は甘えさせていただきます。あなたもさっきはありがとうございました。よかったらまた演奏見に来てくださいね。おう、また寄らせてもらうぜ。頑張れよ。Aloha. Thank you for stopping by.Aloha. Thank you for stopping. Oh. Aloha. Thank you for stopping by. これ、なんかの撮影か。すみません、ご不便をおかけします。もう少ししたらこのショッピングセンターを貸し切って日本のバラエティ番組の撮影をするんです。日本のテレビ、ずいぶんと大掛かりなことしてんだな。ええ、予算をかけた特別番組ですからね。その名もアナコンダエスケープ。アナコンダエスケープ、ご存知ないですか。毎回高視聴率を叩き出す人気番組でして、毎年1回ハワイのアナコンダショッピングセンターを貸し切って大物芸能人たちが壮大な鬼ごっこをするんです。ちょっと聞いたことなかったな。でもそんなに人気ならきっと面白いんだろうな。放送されたら見てみるぜ。ぜひ。今から撮るのは一般人枠で厳しい審査と選考会を勝ち抜いて挑戦権を得た人が挑む回でして、その人がまたすごいんですよ。ミスターアナコンダなんて呼ばれている人で、この日のために家の庭にトレーニングコースまで作っちゃうすごいストイックな方なんです。ほう、それまた随分と気合いの入った。え、ちょっと嘘でしょ。桑本さん出られないの。もう少ししたら一般人枠の収録始まっちゃうよ。芸能人枠は1週間後で確定してるから前倒しなんて無理だって。そんなこと言われても切れた。くそ。どうかしたんですか、今田プロデューサー。あ、大西ちゃん、いやどうもこうもないよ。一般人枠で参加予定だった川本さんいたでしょ、ミスターアナコンダの。ええ、これから収録ですよね。それが川本さんいきなり痛風になっちゃったらしくて、歩くのも厳しいって連絡来てさ。ええ、マジっすか。でも痛風じゃ気の毒ですが無理ですね。マジで辛いらしいですし。ああ、エビとビールがうまいって言ってハワイ来てからもずっとと食べてたからな。くぅ、プリン体か。はぁ、ああ。で、今はもう痛風は仕方ない。川本さんの回復は祈るけど、今回の収録には絶対に間に合わんから急いで代役を立てないと。ん、誰この人。ああ、ちょうどここを通りかかった人です。
番組のことをちょっと話してて。一般人ね。その割には体格もいいしタッパもある。カメラ映えはするか。よし、君で行こう。アナコンダエスケープの一般人枠代表として出てくれないか。は？おお。いや、そんなスナック感覚で出られるもんなのかこれ。さっき厳しい審査と選考会を乗り越えて初めて出場権が得られるって聞いたんだが。今プロデューサーである僕の鋭い眼差しで審査した結果、見事合格となったよ。おめでとう。お願いします。お兄さん、今日の収録を逃すともう撮れる日がないんですよ。どうだろう、チャレンジしてみてくれないか。豪華商品だってあるぞ。豪華商品はさておき、そもそもこれが何する番組なのかよく知らねえんだが。なんだ、そこからか。では説明しよう。簡単に言うと、ショッピングセンターの中を謎解きしつつ鬼ごっこをする番組さ。閉鎖された店内で繰り広げられる熾烈な駆け引き、見事ゴールまで逃げ切れれば豪華商品ゲットってなわけだ。シンプルだけど楽しそうでしょ。まあ確かに楽しそうではあるな。その鬼ってのはどんなやつなんだ。ああ、鬼なら彼らだよ。ああ。大学の陸上部とプロレス部の子たちでね、毎年協力してもらってるんだ。言っとくけど、それぞれパワーもスピードもすごいよ。だろうな。俺あんな連中と鬼ごっこすんのかよ。まあ簡単に豪華商品がゲットできてもつまらないでしょ。それに立ち回り次第で逃げる方法だっていくらでもあるから、そこは頭を使ってさ、やってみたら絶対楽しいって。まあアトラクションみたいではあるか。よろしく頼むよ。君名前なんだっけ。俺は春日だ。春日さんか。改めて僕はプロデューサーの今田だ。今日の出会いに感謝。よし、それじゃあ春日さん、アナコンダエスケープに出てくれるかな。いいとも、面白そうだしやってやるぜ。ありがとう、恩に着るよ。ただ言っとくが、俺は素人だからな。演技とか取れた方とか言われても分かんねえし、その辺は期待すんなよ。大丈夫大丈夫、飾らない面白さがうちの番組の売りだからさ。春日さんは深く考えずに楽しんでくれたらオッケーよ。じゃあ大西ちゃん、後の説明頼むね。僕は最終確認に行ってくるから。では簡単に番組の説明しちゃいますね。ね、よろしく頼む。
ルハできたぜ。ついてこれるか。ここまで勘弁してやるよ。ちょっと掴めたんじゃねえか。Damn you! 後悔するなよ。ぶちかま。ガツンと行くぜ。調子出てきたぜ。いつでもいいぜ。手数がいるな。叩き潰す。よし。どうした？Take this! Throw it up, bring it up! Gun, gun, get there!俺の番だな。さっさと来い。行くぜ。放電準備。手加減はなしだ。放電のか。
赤頭かかってきやれぶちかまれほら向かうところ敵なしだな7! さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。ほら。あれ？はあ、一心の出来じゃねえか。よっしゃ。素晴らしい。ん？な、なんだ？おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとうさん。おめでとう。めでたいですね。おめでとうございます。おめでとう。あ、ありがとう。改めまして、春日さんお疲れ様でした。突然のピンチヒッターにもかかわらず素晴らしい取れ高でしたよ。ナイスファイトだったよ、春日さん。春日さんの必死の逃亡劇、見てるこっちも手に汗握ったよ。まあなんとかゴールできたな。もっとクイズとか解けたらよかったんだろうが、なかなか歯応えのあるイベントだったぜ。そこは参加者に判断が委ねられるところですからね。こうしてクリアされたということで、ナイスジャッジって感じですよ。番組としても取れ高は十分だし、ほんと助かったよ。これは約束の商品ね。でも今回の放送は盛り上がりそうですね。一般人枠にニュースターが現れたわけですし。そうだな。あ、来年の番組さ、復活のミスターアナコンダ川本さん VS大型ルーキー春日さんって銘打ったらもっと盛り上がるんじゃないか。それ激アツっす。企画書の叩き作っておきましょうか。おいおい、俺はあくまで今回の代打だ。それに出場審査やってるってことは他にも出たい人は多いんだろう。だったらその人たちを優先してやってくれ。まあそれは確かに謙虚っすね、春日さん。でももしまた出たくなったらぜひ応募してください。春日さんだったらきっと審査だって勝ち抜けますよ。まあ気が向いたらな。でも当分は遠慮させて。え、自転車でアメリカ大陸横断の旅に参加予定だった米倉さんが自で緊急入院。サドルに座ったら死ぬレベルのヤバさ。うん。アナコンダエスケープに続く名物番組になるはずだったのに。ああ、春日さんさ、自転車好き？旅はやらねえからな。What kind of shop is this? Hello. Hey. How are you?
よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。ハロー。あゆ。春日、アロハ。アロハじゃねえよ。なんで博士までハワイに？前にも言ったが、ハワイにはスジモンを使った大会があるんだ。そいつにちょっと用があってな。決して遊びに来たわけじゃないぞ。観光に興味はない。俺が興味あるのはスジモンだけだ。勘違いしないでくれ。で、その大会ってのは何なんだ？言葉で説明するのは難しいな。その目で見てもらった方が良さそうだ。ついてこい。ああ。いらっしゃいませ。ご用件は？その筋のものですが。かしこまりました。こちらにお乗りください。大会が開かれている地下コロシアム、通称スジモンスタジアムだ。スジモンスタジアム？ここではスジ神というスジモンたち同士を戦わせる試合が開催されているんだ。観客はどちらが勝つか予想し金をかける。まあ裏社会によくある賭け試合を大々的にやっているというところだな。ホノルルシティはギャンブルを厳しく禁じている街だ。その激しい締め付けの反動で裏にこんなでかいもんができちまったってんだから、皮肉なものさ。ハワイにこんなものが。試合は世界中に配信され、各国の富豪連中が毎試合多額の金をかけている。
ちょうど試合をやっているみたいだな。さあ注目の一戦、四天王の一人ジャックに挑戦者バトラーマサトが挑んでいますが、やはり強い。マサトチームは残り一人です。くしゃ、頑張れ布袋。王よ。おいおい、そんなもんですか。やれ、殺しても構わん。ぐおぉぉぉぉぉぉ。どうする、まだやりますか。いや、もう降参だ。勝者ジャックチーム。やはり四天王は強かった。ジャックチームには賞金が授与されます。これが裏社会掛け試合チーム格闘大会、筋紙だ。筋紙、3人の筋門を場に出して戦う団体戦だ。マネージャーと呼ばれる代表者が指揮を取る。自分のチームの筋門が全滅した方が負けだ。3対3の筋門のぶつけ合い、俺はこの形式での戦いを筋門バトルと呼んでいる。筋紙はそんな筋門バトル最強の座を争う大会なんだ。代表者であるマネージャーは筋門を集めたり鍛えたりして最強のチームを作る。そして試合でそいつらに的確に指示を出し勝利に導くのが役目だ。今勝ったジャックってやつは筋紙のトップランカー、四天王と言われる凄腕のマネージャーの一人だ。そしてそんな四天王たちの上にいるのが最強のマネージャー、筋紙マスターキング。キング、あいつか。お、そろそろ次の試合が始まりそうだな。じゃ、頑張れよ。はあ、って、え、頑張るって何を。さあ、続いての試合はルーキー戦。シルバーコーラーは借金返済のための一攫千金を狙う新人マネージャー、井出野浩一選手。対するはゴールドコーラー、世界一憎めない元ヤクザ春日一番選手。え、俺？どういうことだよ博士。すまん、勝手に選手登録させてもらった。詳しいことは後で話す。なんとか勝ってくれ。なんとか勝てって、これって筋門バトルなんだろ。筋門なんか俺一人も仲間いないし。安心しろ、強力な俺の仲間を用意してやる。そろそろ来るはずだが。おーい博士。お、ちょうど来たな。どうも、育ち安男、育ち安男でございます。同じく育ち道場門下生の倉木です。元気が取り柄のポジティブ門下生横尾です。この人らは育ち安男さんとその門下生だ。育ちさんは俺がチャンピオンだった頃に一緒に戦ってくれた仲間、辻門なんだ。昔は道場やってたんだけど閉めちゃってから金がなくなってね、博士に雇ってもらったっていう間柄なんですわ。今回もお金を弾んでくれるっていうから手助けに来てあげたってわけでございます。育ちさんは元道場師範だから育成や戦略などもうまくてな、初心者のお前の相棒には最適だと思ってお願いしたんだ。君が一番カス太郎だったかな。よろしく。カスが一番だよ。あらまあすみませんね。まあ筋紙初心者ってことだけど、私らが来たからにはもう安心ですよ。任せときなさいな。いつまで待たせるんですか。カスがチームリングインしてください。頼んだぞ。とにかく相手を全員倒せばいい。相手は大したことない。育ちさんたちにうまく指示を出してなんとか勝ってくれ。ねえ、くそ、
負けても文句言わないでくれよ。それでは始めましょう。筋神ルーキー戦、 Here we go。スジモンバトル開戦だ。さあ、戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。ファイターたちの活躍に注目しましょう。リョーマネージャー、この展開をどう読むか。すんごいします。あっと、必殺技の気配がしてきました。体勢を整えるようです。これでどうだ。ここでファイターを入れ替える。勝負は時の運、一時も目が離せません。行くぜ。入った。出てよかったな。最後に決めるぜ。せーの。勝者、春日一番チーム。よっしゃ、勝利。ふう、なんとか勝てたな。見事だ。俺の見込みは間違っていなかったようだな。
ん？あれは。むむむ。あれ、ドクターモリカサではないか？あ、本当だ。元筋神マスターのドクターモリカサだ。筋神から追放されたはずなのに、どうして？復帰したのか？マジで？なんということだ。この筋神に追放されたかつての絶対王者モリカサが帰ってきました。まずいな、帰るぞカズガ。おう。モリカサさん、すまなかったな、カズガ。感謝する。まったく、どういうことなんだよ。ちゃんと説明してくれるか？ああ、実は昔、俺はこの筋神の絶対王者、筋神マスターだった。かつての筋神は、今のように賭けが横行することもない、健全に腕を競い合うイベントでな。俺はそんな筋神が好きだったし、そのチャンピオンである自分に誇りを持っていた。だが筋神委員会の連中が入ってから、筋神は純粋な競技の場からただのギャンブル工業に変わってしまった。筋神委員会？さっき変なお面みたいなのしたやつらいたでしょ。あいつらのこと。筋神で賭け試合を開催して金儲けをしてる連中だよ。支援者と呼ばれる不渡客のためにやらせ試合まで組み始めた委員会に俺は反抗した。そんな筋神はダメだ、真剣勝負の場を汚すなとな。その結果、俺は委員会によって筋神から追放されてしまった。そんなことが。俺は筋神を健全な元の姿に戻したいと思っている。俺が愛する純粋な戦いの場としての筋神をもう一度取り戻したい。好きなんだよ、筋神が。もうおもちゃにされたくねえんだ。だが、取り戻すってどうやって？そりゃもちろん、道はただ一つですよ。筋神マスターチャンピオンになることです。チャンピオンの力と影響力は絶大だ。チャンピオンになり、筋神ファンを味方につければ委員会を追い出すことだって可能だ。でも博士は追放されてるから戦えない。だから俺に代わりに出てほしいと。そうだ、頼む春日、協力してくれないか。なんで俺なんだよ。それこそ育ちさんとかにマネージャーを頼んでもいいじゃねえか。育ちさんはファイターとしてはそこそこ使えるが、マネージャーとしては致命的に人望がないし器が小さい。それに結構バカだからな。あんた結構ひどいこと言うのね。春日は器もでかいし頭も切れる。何より誰とでも親しくなれる豊かな人間性がある。筋門マネージャーに最適な人材なんだ。だけどよ、今の筋神の運営陣は金をちらつかせて参加する多くの筋門たちの人生をも狂わせている。何人が不幸の底に突き落とされ、何人死んだかわからん。俺は筋門博士だ。筋門研究は世界平和のためだが、平和に暮らしてほしいのは一般人だけじゃない、筋門たちもなんだよ。あいつらのためにもこの不幸の連鎖を断ちたい。勝手なお願いなのはわかってる。だがお前しか頼れないんだ。わかったよ、そこまで言うなら協力してやろうじゃねえか。春日、いいのか。ねえ、詳しい事情はまだ全部は理解できてねえけど、あんたが悪い人間じゃないことは俺はわかってる。そんな人が頭下げてるんで協力しない理由はねえさ。春日、ありがとう。
おいおいおい、そんなゴン泣きするなよ。だって嬉しくて、そんなに泣かれると私も涙が。しょうがねえな。で、筋神とやらに参加するのはいいけどよ、あれって筋門何人か率いていかないとダメなんだろ。ああ、スタメン3名、控えに三大3名、少なくとも6人は揃えておいた方がいいな。育ちさんと門下生の2人で今3人しかいねえから増やさないといけねえんだろ。どうやって増やせばいいんだ。そりゃあもうぶん殴って仲間にするしかないですね。殴れ殴れ、暴力で全部解決だ。そんな荒っぽい感じなのかよ。まあちょっと極論すぎるが的外れじゃないな。辻門は基本的に自分より強い人間の言うことを聞く習性があるからな。実際にやってみると分かりやすいんだが、おあそこにレイドがあるじゃねえか。レイド？自分より強いやつと戦いたい、腕試ししたい強者がよく出没するたまり場だよ。関係者内ではレイドと呼ばれてる。春日、あいつらに声かけてみろ。え、俺が？ああ、レイドにいる連中は強さに貪欲、その分強いやつに従順なんだ。やつらにお前の強さを証明できたら仲間になってくれる確率はかなり高い。まあ騙されたと思って一度話しかけてみろ。そうだ、こいつを持っていけ。なんだこれ。お歳暮だよ。お近づきになるにはお歳暮、これは日本人の基本だろ。交渉の際にこいつを渡せば多分大丈夫だ。さあ行ってこい、辻門マスター春日よ。分かったよ。Your face pisses me off. 後悔するなよ。手加減はなしだ。シャー！攻撃が耳栓のか。ガンガン行きて。相手してやる。よし。もらった。いい調子だぜ。もう勝負はついただろ。気持ちだ、受け取ってくれ。なんだ、誘っているのか。
わかった。力を貸すぜ。よし、スジモンゲットってやつだな。さすがだな、カスガ。今みたいに倒した後に交渉できそうなスジモンが場に残っているときは話しかけて交渉するといい。ただ、すべてのスジモンが仲間になってくれるわけじゃない。仲間にできるスジモンはこいつに乗ってるやつらだけだ。参考にしてくれ。わかった。で、集めたスジモンたちはどうやったら強くなるんだい？手元のスジモンはスジテインというアイテムを飲ませることでも成長するが、一番いいのはやはりスジモンバトルをさせることだな。町にライバルのマネージャーがいたら対戦してみるといいだろう。どんどんライバルを倒していけばお前のマネージャーランクが上がる。ランクが一定まで上がると四天王たちに挑戦する資格を得ることができる。チャンピオンのキングと戦うにはまず四天王を全員倒さないとダメだ。気の遠くなる話だな。まあ私もいますし、楽勝ですよ楽勝。さっさとランク上げて四天王もキングもぶっ倒してザギンでシースーでも食べに行きましょうぜ。そうだな、よろしく頼むぜ育ちさん。あと筋紙用のアプリも入れといてやる。ここでいろいろな情報を得るといい。わかった、とりあえずやってみるわ。すまないな、よろしく頼むぞ春日。たとえ進む道が火の中でも毒の中でもおっさんのブリーフの中でもな。なんだよそれ、嫌だよ。まあそう言うな。とにかく頼んだぞ春日一番。悪かったな。今もあるのか。どんなゲームがあるんだろう。時間があるときに見てみるかな。たまにはがっつりゲームでもやりてえな。トミーは結構ゲームとかやってたのか。ああ、ガキの頃はジェネシスとかで遊びまくってたよ。ジェネシスってなんだ。
ゲームセンターのやつか。いやいや、ビデオゲームだよ。日本ではメガドライブって名前か。メガドライブってアメリカじゃジェネシスっていうのか。メガドライブも横文字なのに、なんで猿に名前違うんだろう。俺に言われても知らんけど。よっしゃよく狙ってください。どこを狙うかがポイント。起動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイント。起動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。おめでとうございます。また遊んでくださいね。おう。出てきたぞ。ついてこれるか。俺の番だな。Hey, hey. やっててくれ。ほら来いよ。手加減はなしだ。よし、さっさと来い。調子出てきたぞ。なんだ？準備はいいか。全力で行くぞ。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。さあここからどうする。流れを変える。こいつで、しっ、行くぜ。テン。
てるぜ。よっしゃ、ほら、ほら、ナイスな一撃だ。しゃ、はっ、いくぞ。おめえに決めたぜ。相手さん、いい面構えだぜ。行くぞ。入った。ファイター撃破。はあ、よいしょ。どうだ、決着だ。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。そらそら集まれ。せーの、ケーキも売ってるのか。にぎわってるな。タクシー側からするとケーキ屋の前は乗ってもらいやすいんだよ。ホールケーキ買ってタクシーで帰る人が多いからな。へえ、なるほどな。だからケーキ屋の位置には詳しいぜ。味は知らねえけど。俺からしたらうまいケーキ屋の場所を教えてほしかったぜ。仲良し。深く知れた気がするぜ。やべ、バッテリーがピンチだ。準備はいいか。絶対勝とうね。行くぜおめえら、突撃。しゃあやってやろうぜ。信じてるぜ。おめえに決めたぜ。これからだ。いつれ、ナイスな一撃だ。しゃ、行くぞ。死ぬ。よっしゃ。ここからどうする。流れを変える。これからだ。よっしゃ、シェイロー、ファイター撃破。こいつで。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。よっしゃ、せこいつで。流れを変える。
こいつで、ほら、どうだ、決着だ。ついてこれるかい？まだ強くなれるとはな。時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい？うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはない。ですね。さ、頼んだぜローマ。くそ、本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてんだ？パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ、命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii.Come on. Not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate.
いつはスペシャルコースの始まりだ。キップになりゃしねえだろうな。死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな、そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろ。帰る気なんてねえさ。第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に病院に食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するにも金はかかるんだ。ホームレスはどこからその金を得てるんだ。まあいろいろあんのさ。でパスポート盗んだやつの手がかりはあんのかい？なあ、日本人の若い女性だ。チトセって名前でちょっと気の強そうな。くっ、よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here?Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently, a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent.As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによって西ブロックとはな。何なんだ、西ブロックって。第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ。気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに大丈夫なのか。案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのが信じらんねえぜ。西ブロックってやつ、案内してくれ。おい。なんだ？
なあ。いや。ああ。ありがとうございます。なあ。ストップ。よう。What? キリュウさん。わかりました。準備は。ありがとうよ。なんだお前ら、日本人か。あんたがホセさんか。千歳って子を探してんだが、知らねえか。俺の女に何の用だ。俺の女と来たか。二人の関係に立ち入る気はねえけどよ、彼女に聞きたいことがあんだ。会わせてくれねえか。ダメだ。俺の女を誰に会わせるかは俺が決める。
まあそう言わず会わせちゃくれねえか。彼女にパスポートを取られたんだ。返してほしくてよ。なるほどな。おめえらあの女を取り返しに外から来たんだな。道理で見ねえ面だと思ったぜ。そうはいくかよ。あんな上玉手放してたまるかってんだ。取り返すってのはちょいと語弊があるんだけどな。今言った通り、俺はあの子に会って話を聞きてえだけなんだ。話はしまいだ。 Hey boys、 Get rid of these clowns。 おい、こっちには警察がいるんだぞ。おいローマン、こいつら止めろよ。ホームレスと外国観光客の喧嘩に公僕が動いてくれるとでも思ったか。俺が守るのは健全なアメリカ国民だ。俺は劣気としたアメリカ国民だっての。都合のいいこと言いやがって。お前らが勝手に招いたトラブルなのは事実だ。ま、頑張ってくれ。生き延びたらツアー再開だ。キリさん、体調どうすか。やっぱり言うべきじゃなかったかな。毎度こうやって気遣われることになりそうだ。そりゃそうでしょう。俺のことは心配無用だ。早いところ片付けず。ですね。大丈夫だ。俺はいける。俺はいける。Tears them apart! I'll bury you! かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。さっさと来い。ほら来いよ。I'm gonna put your hand on you! What I say? You're not checking it now! 相手してやる。腰抜き野郎が。受けてみな。調子でついてこれるか。ほら来いよ。いつでもいいぜ。よし。Well? I got this. You're wasting your power. 来ねえのか。なあ。What's on it?もらった。いや。水にはね、しっかりと。手加減はなしだ。叩き潰す加減しねえぞ。ボンベ。俺の番だな。行くぜ。放電準備。相手にならねえな。
構成さんよ。あんたが千歳ちゃんにマジで惚れたんなら、プロポーズの言葉はよくよく選べよ。俺の女なんて間違っても金輪際言わねえ方がいい。俺みたいにしくじっちまうぞ。はい。それで千歳って子はどこだ。それが あの女逃げやがったんだ。逃げた。最初の晩だ、俺に酒を勧めてきてよ。俺もついつい上機嫌になって飲みすぎちまったんだ。どこかで聞いたことのある話だな。俺は薬盛られたんですよ。つかお前、最初の晩ってことは。そうだよ、あの女とはやってねえ。その前に消えちまったからな。それで俺の女なんて吹いて回ってたのか。情けねえな。それで、あの女はどこに行けばバラクータの幹部に会えるのかって聞いてきたから、俺は裏への入り方を教えたんだ。お前、裏への入り方を来たばかりの女に教えたってのか。酔っ払ってたもんでつい。バカが。待てよ、裏って何なんだ。残念ながらツアーはここまでだ。追ってる女のことは諦めろ。ラッキーと言いたいとこだがよ、今さら引けるかよ。それになんだよ裏って。でけえ声出すな。なあ、もうここまでにしとけや。これ以上ここに足突っ込むと本当に死ぬぞ。そうはいくかよ。取られたもんはきっちり返してもらうし、聞かなきゃいけねえこともあるんだな。時間が惜しい。千歳が裏ってやつにいるんなら、さっさと案内してもらうか。あいにくお前に選択肢はない。わかった。だが約束しろ、ここから先は今みたいな騒ぎを決して起こすな。俺の言う通りに動いて余計な口は一切叩くな。それは裏とやらの中身次第だ。さあ案内しろ。くそ、ついてこい。なあロマン、あんたらの言う裏ってのはヤバさで言うとどんくらいなんだ。そんなのは俺の機嫌の悪そうな顔を見て想像しろ。なんだよ、今さら釣れねえこと言うなって。ここでツアーを中止にしてくれりゃいくらでも愛想よくするぜ。そうしてやりてえが、俺らも遊びじゃないんだな。そうかよ、ならもう黙ってな。 We're going down. Party of four. The boss give you the okay?Don't give me that shit. You want me to take you out of here in cuffs? これが裏、異世界の入り口ってわけだ。下水道か。これのどこが異世界なんだよ。黙ってついてこい。Roman, what the hell do you want? Nothing.Just a bit of sightseeing. And who are they? Sightseers. What else? Okay, hold on.
You even run this by the boss? Do me a solid, won't ya? I promise, we'll behave. Behavior only gets you so far. どういうこった？こりゃ。ショッピングセンター、これが第五地区の裏ってことなのか。もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ？それにこの客は何なんだ？なんでこんなとこで買い物を？あれを見ろ。ファッションショー？ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか？知らねえのか？あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている？競りだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで？もしかして盗品をさばいてるのか？そんなせこい話じゃない。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって？それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。本物と全く変わらないものを作って売りさばく。世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。世界最大のフェイクマーケットか。あのバイヤーたちもそれを知ってるのか？もちろん。しかも連中は真っ当な表社会の会社員だ。お前たちもよく知ってるはずの百貨店のバイヤーさ。日本やアメリカ、世界各国から買い付けに来てる。ってことはここで買った偽物が百貨店に並ぶのか？ああ、バイヤーは本物と偽って百貨店に卸すのさ。本物との差額は全部バイヤーの懐に入るってわけだ。その額は一度の買い付けで数千万円にもなる。どんな一流バイヤーだってそれだけの誘惑には勝てねえだろう。片や客はそんな真相はつゆ知らず、何の疑問も抱かず偽物に大金を払う。いいんだよ、買った品物が本当に本物かどうかなんて。大抵の客にとって大事なのは有名な百貨店で高額ブランド商品を買ったっつう行為に酔ってるだけだ。しかしこのバイヤー連中は一体どこから入ってきたんだ？あんな身なりであの下水道を歩いてきたってのか？客には客の入り口があんだよ。詳しくは言えないかな。ディスプレイにあるのも全部偽物なのか？ああ、この奥に24時間稼働の工場があったな。そこで作ってるんだ。なるほど。上のホームレスをそこで働かせてるってわけか。ご名答。
賃金はわずかだが、第五宿内で生きていく分には不便ねえさ。たまげたのは確かだがよ、肝心の千歳ちゃんはどこにいるんだい。ここには見当たらねえぞ。奥を探してみるか。ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise.Stain it how, exactly? Luna! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Pendejo? Ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち、千歳って子を探してるんだ。心当たりねえか？Kill him. 悪意ビューエンだ。ちょっと、タンマ。出てきたぜ。
これが俺の真骨頂よ。一旦引くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥で。そうだけどよ、マジで突破すんのか。この奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、わかったよ、やってやら。行くぞ。I'm gonna put you in your place! よっしゃ、行くぜ。ぶちかます。ビビってんのか。 Come on! どうした。 Let's go! I'm getting some! 手加減はなしだ。手数がいるな。俺の番だな。うわっ。調子出てきたぞ。腰抜け野郎が。加減しねえぞ。Let's go! こういうのか。あ、hurry up! Let's go! Come get it! 段階行くぜ。よし、行くぜ。手加減はなしだ。いい調子。この辺りの連中は一通り片付いたな。ここまで来たら後には引けねえ。行くしかねえな。ええ、頼りにしてるぜ。番だな。来ねえのか。もらった。放電準備。ガンガン行くぜ。受けてみな。調子出てきたぜ。ついてこれるか。手加減はなしだ。東京だけいい調子だぜ。Seriously piss me off.
You seriously piss me off. できた。かかってきやがれ。調子出てきたぜ。やんのかい。Come at me. Let's go. 終わらせる。It won't stop bleeding. 俺の番だな。相手してやる。行くぜ。放電準備。ぶちかま。どうした。It won't stop bleeding.開けてみるか。開いたぜ。手数がいるな。出てきた。叩き潰す。ガンガン行くぜ。俺の番だな。フラフラするぜ。こいつでぶちかま。どうした。ほら、手加減はなしだ。ほら来いよ。よし、いつでもいいぜ。続いてんだ、ここ。わかんねえ。キリュウさん、大丈夫ですか？また来るぞ。あそこに隠れよう。
Where'd they go? They're gone! They've gotta be in here! Find them! Hey! What are you doing? Let's move! Right. どうする？当てもねえまま進むのももう限界じゃないか？そうだな。ずいぶんとお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳ってじゃあこの女か。お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達？千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだこの野郎。あんた、どうしてここに？地上部分ならともかく、なんでこの地下に？そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うと、バラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことか？何それ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを？春日、覚えてるか？病も確か。ええ、茜さんを探してた。どういうこった？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか？わかった。おい。ちょっと。そうだ。そうね。じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前、
事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて中には誰もいなかった。茜さんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか。いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか。なのにあんたはあの家で何してたんだ。茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね、それも1ヶ月分丸々だから、それをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ、不法侵入に窃盗罪だから。何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてビーチに転がしたのか。そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろ。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それはなんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？んだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけはおやっさんに褒められてたんだ。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。ああ、
俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのかな。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。なあ。あんたが春日をはめた経緯までは分かった。なら次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そう。で会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ。そう思って覚悟決めてたんだけど拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ茜さん？これには茜さんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういやヤマイも茜さんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞって茜さんを狙ってんだ。わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダが茜さんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。あ、話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。茜さんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ。
私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから、ヤバくなったら退却するわよ。いい？ OK だ。よろしく頼むぜ、ちーちゃん。何それ。千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。春日、そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。気合い入れるか。